代表的な非常食の一つであるパン、調理済米飯の缶詰非常食は、災害や紛争などの非常事態により通常の食料の供給が困難になった時のための食料のこと。本来、日本において非常食とは、強作や天災が生じた時に食す、山野などに自生しているもので平時には食用に供しないものを指す語であった。しかし、今日では、 意味が変化し、災害時、遭難時など食物、燃料、飲用水の入手が困難な場合に備えるための食料を指す。これらの食品は、平時を通して常に備蓄、管理されており、地震、水害、大規模火災、紛争といった様々な有事の際に配給され、消費される。このため、ペットボトル詰めの飲料水の他に、アルファ化米、乾ン。 缶詰、レトルト食品、インスタント食品などの保存性に優れた食品が用いられる。電力やガス、水道などの社会的な供給インフラの機能が停止することを想定し、常温で保存が効き、屋外でも特別な器具なしに飲食できるものである、必要がある。特に、今日の市販のミネラルウォーター、缶詰、レトルト食品、 インスタント食品といった製品類は日常的に消費されるものでも1から2年程度の賞味期限を持つものも多いため将来的に大規模震災が予想されている地域では家庭において普遍的に備蓄されているものも多いその一方で防災用品として特別に保存性の高いものも市販されておりこれらも個人が 日常的に購入、備蓄することが可能である。また、地震や水害などの災害発生が予想される地域では、住民保護の観点から、国や地方自治体により、一定量の保存食が、防災倉庫と呼ばれる公共の保管庫に分散して、備蓄されている。しかし、食品であるだけに、経年劣化によって食用に適さない状態になって、しまうと、 本来の役には立たなくなるため、賞味期限切れのものは、順次新しいものと交換される。多くの場合には、賞味期限切れになる前に、災害訓練の焚き出し演習で使用したり、啓蒙のためのサンプルとして配布することで無駄なく、使い、新しいものに入れ替えることが行われる。近年は納入業者が、定期的な納品と回収による循環を管理する。 サービスも存在する。非常食は、もろもろの事情で、ライフラインや物流が途絶し、食料調達や調理が困難になった状況で、使用される。日本国内において、地震や水害などの災害発生により、国や地方自治体からの公的な災害援助として、支給される非常食は、末端住民まで行き渡るまでに2から3日程度の、日数が必要とされ、 災害が大規模な場合にはさらに遅延が予想される。この間は、おののの個人や集団などで独自に確保した水と食料が必要である。米国では、ハリケーンカトリーナに絡んで発生した2005年の水害の際、多くの家庭で、花々しい地域では2週間ほど自力で生活することを強いられた。 これにより、食料品店が略奪に遭うなどの混乱も生じている。極論ではあるが、人は、水さえあれば食料がなくても3週間から1ヶ月、程度は餓死しない。しかし、そのような状況では体力を消耗し、疾病などの問題をかぶりやすい。災害発生時には、衛生の問題から伝染病の発生も予測される。 ため、衛生的な水と食料は常に備えておく方が望ましい。東海地震の被害が予測される地域では、おおむね3日以上の食料と水を各家庭で備えるよう、地方自治体から住民にアナウンスされており、自治体によっては条例で定められている。また、帰宅困難者対策として、各事業者にも備蓄が求められている。 大量の物資を非常食として家庭にストックしておくのは現実的に難しい。そこで前述の一般的な保存食を買い置きしておいて順次消費しながら一定の保存食を確保する方法ローリングストック法が推奨されている。順次消費することにより保存食でしばしば問題となる消費期限切れの問題を回避できる。保存食の多くは 加熱や調理が必要なため、普段から家庭で使用しているカセットコンロとカセットボンベの同時備蓄が推奨されている。また、日常的に使用する保存食、飲料水、ウェットティッシュ、カセットボンベ、乾電池、スカイステ回路なども常に一定量を家庭に置いておくことも推奨されている。ローリングストック法では、 古いものから消費し、常にストックを維持することが大切である。同じものを食べ続けると栄養に偏りが出るほか、食べる側としても飽きてくる。このため、非常食の備蓄の段階である程度の選択肢に考慮する必要がある。市販の非常用食品でも、食事に変化を与えて飽きさせない、メニューのバリエーションを用意している製品も見られる。非常食は、 国や地方自治体、組織、家庭などで、総量が備蓄されていることも多いが、実際の災害現場において、運搬や、配布などで、その意図とは逆に混乱を引き起こす場合があるため、有事における、配布方法を、マニュアル化し、周知徹底しておく必要がある。一般商店に陳列、保管されている、食料品も、緊急時には、非常食として、 周辺住民に供給されることがある。これらは政府、自治体の要請を受けた商店が在庫を放出する場合と商店側の行為で無償配布される場合があるが、災害時には往々にして社会的困難が発生し、暴動や略奪が発生しやすい。このため、配布する側の商店も非常に神経質になっており、 これらを受け取る側に秩序だった行動が見られない場合は、せっかくの商品配布が中断されてしまうこともある。また、被災地では、地元の自治会組織や民間の救援団体、ボランティア団体などによって炊き出しが行われる。これらは通常、被災者自身や被災状況を知った人々の善意の発露として行われているため、受け取る側にある程度の社会秩序が回復している。 必要がある。災害支援型自動販売機受信などの災害発生時に通信ネットワーク技術を活用した遠隔操作によって自動販売機に搭載された電光掲示板に災害情報を流したり本体に残っている飲料を無償で提供したりと緊急時に自動販売機ならではの機能を活用した支援を行う自動販売機及びその協定を指す。 主な飲料メーカーがすでに災害対応型児童、販売機を全国に設置している。子供用持ち出しバッグの内容軍用の屋外活動時における食料は災害被災時とよく似た状況でも的確に栄養補給できるように配慮されている。このため、これら軍用食品で開発された技術が市販の非常食に採用されることも多い。また、 レーションそのものを非常食として活用することもできる。他、災害や紛争においては軍隊による被災者支援に、軍用レーションや専用のレーション上非常食が配布される場合もある。これらの保管施設は、大規模な災害発生時においても、内部の非常食や各種自主防災用品を保護するため、堅牢な構造となっている。また、平時における盗難や、 有事発生時におけるボートによる略奪にも当然ながらこらえうるよう設計されている。防災非常袋とも言う。災害時など避難するときや避難先での必需品を入れておく袋。燃えにくく丈夫である。懐中電灯、非常食、管理料セット、衛生用品を入れておくのが一般的。生石灰と水の反応でできる液状の 水酸化カルシウムと熱を、さらにアルミニウムと化学反応させることで発生する大きな熱量で食材を加熱できる発熱剤の一つ。ありがとうございます。